砂坊主という漫画が完結しました。というかそもそも砂坊主という漫画をご存知でしょうか。遠い遠い未来の日本、文明がすっかり滅んでしまった関東大砂漠を舞台に、砂坊主というクソ意地の悪い男がショットガン一丁で強敵を煙に巻くというガンアクション漫画です。実はこの漫画途中主人公が砂坊主から弟子に交代したり、交代した後だいぶ中だるみがあったり、あとは途中救済なんかも多かったりして、ラストまで行かずに脱落してしまった人も多いらしいんですよね。なのでせっかくなので、そんな砂坊主の最終回についてちょこっと紹介しようかなと思った次第なのです。最終巻ではこれまでずっとずっとずっと続いていたチミトロの戦争が終結したことに加えて、さらにはその数十年後だか数百年後だかの未来も少し描かれています。ただその間、戦争が終結した後砂坊主がどんなことをしていたのかとか、小砂やミツル、さらにはアメクモや夏子たちまで何があったのかはだいぶぼやかされています。今回は砂坊主の最終巻のあらすじについて紹介するとともに、戦争終結後一体何が起こったのかについて考察したいと思います。敵の気配を察知する不思議な能力を得た小砂。さまざまな戦場でその力を存分に発揮するのですけれど、そんな小砂もとうとう敵の部隊に追い詰められてしまいます。はじめに夏子の部隊が敵に包囲されてしまって、それを助けようとした小砂もまた敵の罠にはまってじりじりと追い詰められてしまったのです。相手は砂坊主が率いる部隊です。誰一人として逃がさないいやらしい作戦だったんです。罠にはまってしまってからは特に大規模な戦闘アクションもなく、どちらかというとじりじりと追い詰められていく様子が描かれていました。そして最終的には、通常なら気づかれない距離からの狙撃であっさりとやられてしまいました。砂坊主対小砂の師弟対決はこうして幕を閉じることとなったのです。小砂は頑張って反撃していましたけどね。砂坊主とその部隊に完敗してしまった夏子と小砂。スタンダンで3日伸びていた小砂の元に砂坊主が現れます。小砂は砂坊主をとても恐れていました。弟子として砂坊主がどんな男なのか、捕虜に対してどんな扱いをするのかもよく知っていたからです。けれども実際に会った砂坊主はとてもあっさりとしていました。あっさりというか、敵味方に分かれる以前のような変わらない態度です。この辺りは2人のやりとりがなんだかとても懐かしい感じがしました。決してすごく仲がいいというわけではないし、お互い尊重し合ってないわけではないのだけれど、変にほのぼのしていて、けれどもなぜかピリピリとした空気を感じるんですよね。小砂は、異例の大出世をした砂坊主は母音の女を集めてウハウハしてるのかと思っていたようです。けれども実際にはだいぶ様子が違うようでした。上からはあれやこれや無理難題を押し付けられ、下からは不平不満で突き上げられて、まさか砂坊主からこのような中間管理職じみたセリフが聞けるとは思っていませんでしたね。ただそうは言いつつも小砂は気づいていました。砂坊主の背後に見えるドロドロを、砂坊主は決して今の立場である中間管理職の席に甘んじているだけではないようでした。未だどこかで何かを企んでいるような、そんなオーラが出ていたのです。それと去り際、砂坊主は小砂にクレームを言うのを忘れませんでした。お前嘘ついたな。ぺったんこのままじゃねえか。そういえばもともと砂坊主が小砂の弟子入りを承諾したのも小砂が巨乳になると宣言したからでしたね。懐かしいですね。割とあっけなく砂坊主の部隊に捕まってしまう小砂とミツルと、そして夏子と兵士たち。けれど小砂たちは捕虜となった先で驚きの事実を聞かされます。戦争は終わったのだと。砂坊主が属する大滝派と小砂や夏子たちの属する白洲派で戦争をやっていたわけですけれど、この度その両派閥が同盟を結ぶことになったというのです。どうやら関東大砂漠の西500キロほど先に関東大砂漠と同じ規模の都市があることが確認されたとのことです。西へ500キロということは東京から見ればちょうど大阪のあたりでしょうか。ちなみに作中でもその新しく発見された都市は関西シティと名付けられていましたね。なんてことはない、これまで数少ない資源を奪い合って戦っていた人たちが、新たな資源のめどがついたところで一旦休戦となったということです。小砂とミツルはその能力を認められ、関西シティへの遠征部隊に組み入れられることになりました。その後関西シティ到達までどのようなドラマがあったか詳しくは語られていません。ただ戦争が終結してから砂坊主や小砂たちが関西シティに到達するまでおよそ10年の月日が流れたとされています。砂坊主は将軍と呼ばれていましたし、小砂の顔つきは完全にベテランのそれに変わっていました。以前はまだあどけなさが残っていましたけれど、もうすっかり戦士の顔になっちゃっています。それだけ厳しい旅だったのでしょうね。そしてその関西シティに到達したところで砂坊主と小砂の物語は終わっています。そこから先はさらに何十年か、もしくは何百年か先のシーンが描かれています。昔々じいさんのじいさん、そのまたじいさんが生まれた頃、
東から悪魔たちがやってきた。来る日も来る日も重労働を強いられた。多くの仲間が倒れ死んでいった。そんな時救世主が現れました。救世主は私たちに悪魔との戦い方と生きるための知恵を授けてくれました。そして長い長い戦いの末自由を取り戻すことができたのです。今年10歳になったコスナにとてもよく似た女の子が出てきます。そして救世主ミツレのことを先祖と言っていました。誰が誰の子孫だとか詳しくは全く語られていないのですけれど、間違いなく救世主はミツレであり悪魔とはミツのカンタこと砂坊主です。砂坊主が関西で原住民をこき使って悪政を敷いて、それに対してミツルが原住民を率いて砂坊主に反旗を翻して見事自由を勝ち取ったというところでしょうか。先祖と呼んでいるコスナそっくりの子供が登場するにおそらくミツルとコスナの子孫なのでしょうね。そうしてなんとなく砂坊主たちが関西シティに到達してからどんなことが起こったのかを匂わせつつ砂坊主の前編が終了するのです。ここで語るのも野暮なのかもしれませんけれど、せっかくなので関西シティで一体何が起こったのか想像してみたいと思います。伝説では砂坊主の間の手から関西シティの原住民を救ったことになっているミツルですけれど、もともとは砂坊主の仲間になって関西シティに行かなければ生かしておけない。そう半ば脅されて関西に向かいました。ミツルは強制的に関西遠征の第一陣に抜擢されたのです。なので砂坊主が関西シティで原住民に対して悪政を敷いてしばらくしてから関西シティにやってきた。というのは考えにくいでしょうね。ある一定時期までは砂坊主の悪政を日和見していて、どこかのタイミングで寝返ったというのが妥当かと思われます。けれどもそれなら、砂坊主が悪政を敷いている時点で砂坊主の陣営にいたわけですから、関西シティの原住民にとってはミツルも憎しみの対象になっていなければいけないでしょう。そこで気になったのが、関西シティに伝わるミツルの伝説の中の一コマです。来る日も来る日も重労働を強いられた。多くの仲間が倒れ死んでいった。このコマで登場しているのはおそらく砂坊主と小砂。そして虐げられる関西シティの原住民でしょう。そこにミツルの姿はありません。もしかしたら、この時すでにミツルは何かしらの事情で関東大砂漠に帰っているか、さもなければ原住民側で重労働を強いられていたのかもしれないと言えるのです。伝説の中で、関西シティの原住民側の人物は白関東大砂漠から来た人間は黒い人物で描かれています。そして英雄であるミツルは白です。小砂は関西原住民が砂坊主に虐げられている絵では黒で描かれていて、戦いの絵では白になっています。あと虐げている時はヘルメットを外しているのに戦いの時はヘルメットをつけていますね。はじめ砂坊主が関西の原住民を虐げていた頃は一緒になって虐げていて、その後ミツルが反旗を翻した際に砂坊主を裏切ったと考えるのが妥当でしょうね。先に述べたように関西シティでのミツルの反乱時に、ミツルだけでなく小砂も関西シティの原住民側についていました。けれどもその戦いについて描かれた絵を見ると、どうやらミツルと小砂と関西シティの原住民以外にも登場人物がいるようです。グレーの色で描かれた特徴的なシルエット。これはおそらくアメクモでしょう。クルンと描かれているのは絶対に無知なはずです。またミツルの陣営に黒い人物も描かれています。これはおそらく関東大砂漠からアメクモと一緒にやってきた援軍なのではないでしょうか。夏子なのか海道勝なのかあるいは川口兄弟なのか。ともかく戦いの構図としては砂坊主 VS 砂坊主を引きずり下ろしたい勢力と考えた方がいいかもしれませんね。そして同じヒューロンだったからミツルだけが特に英雄として後世に語り継がれてしまったのではないかと思われます。関西シティの伝説では英雄であるミツルが、戦い方と生きるための知恵を授けたとありますけれど、それすらもきっと関東大砂漠から来た援軍の賜物だったのでしょう。そして関東大砂漠の勢力としては関西シティで砂坊主を好きにさせておくわけにはいかない理由があったのだと思います。確かに砂坊主の政治がまともなものにならなそうなことは間違いないですよね。もっと言うと関東大砂漠の行政が砂坊主を関西シティへの先遣隊にしたのもいずれは暗殺するつもりがあったからなのではないでしょうか。この最後で語られる関西シティの原住民の自由を求める戦いは実はそんなに綺麗事ではなかったのかもしれません。砂坊主最終巻のあらすじやそしてラストの伝説について考察してきました。ラストの伝説はふとすれば読み流してしまうところですけれど、よくよく読んでみると非常にいろいろなことがわかり、また多くの可能性を示唆しています。もしかつては読んでいて今は読んでない、途中で読まなくなったという人がいましたら、ぜひこれを機に読んでみてはいかがでしょうか。